始まりました整備学園チャンネル、今日も楽しくやっていきましょう。今日は整備学園茅ヶ崎校の、校舎のルート案内をしていきたいと思います。茅ヶ崎校は JR 茅ヶ崎駅北口から徒歩4分のところにありますので、早速校舎案内していきたいと思います。それではやっていきましょう。整備学園チャンネル。はい、それでは茅ヶ崎駅の改札前からご案内をします。改札を出て右方向にまっすぐ進んでいきます。ここもね、結構いろいろお店がいっぱいあって、学校に通い始めたらちょっと楽しくなっちゃいそうですね。はい、まっすぐ進んだらここで左に曲がります。そこからまっすぐ進んでいって、一番初めにある階段を降りていきます。この階段結構細くて長いので気をつけて降りてくださいね。階段を降り終わったらまっすぐ進んでいきます。そしてここを左に曲がります。この日めちゃくちゃ風強くて、髪の毛がひっちゃかめっちゃかになってるんですけど、ちょっとそこはご了承ください。まっすぐ進んでいって突き当たりを右に曲がります。もうここまで来たらすぐですよ。左に曲がって、ここが建物です。では中に入っていきましょう。茅ヶ崎校もエレベーターがあります。エレベーターで5階に上がっていきます。はい、到着しました。こちらが茅ヶ崎校の校舎です。みんなお待ちしてます。整備学園チャンネル。ラララララララ。